クレヨンしんちゃん、クレヨンしんちゃんの登場人物一覧カスカベ、防衛隊クリップ、カスカベ駅の駅名標にデザインされたカスカベ防衛隊の仲間たち。カスカベ防衛隊とは、薄い騎人の漫画、クレヨンしんちゃんに登場する架空の組織である。野原慎之助が、アクション幼稚園の旧友を誘って結成した、春、ガベの愛と平和を守ることを目的とした組織。 元はミサエが新之助を乗せる時のフレーズで、現在のカスカベ防衛隊が結成される以前も、新之助一人でカスカベ防衛隊という名称を使用していた。現在の5人によるカスカベ防衛隊は、原作では11巻、アニメではカスカベ防衛隊だぞで結成。幼稚園の教諭、吉永緑や松坂梅の自宅を勝手に秘密基地にし、そこで作戦会議を行う。 アニメ、ガキ大賞無遮だ像では無エの住んでいるまたずれ像の部屋が一時的に秘密基地として使われた。しかし、防衛隊らしいことをするのは、あまりなく遊び仲間という意識の方が強い。カスカベ防衛隊として映画では、電撃、歌のひずめ大作戦にて初登場。5人が気合を入れる場面で言い合う言葉は、カスカベ防衛隊、ファイヤー。このフレーズは、 野原一家が気合を入れる場面でも、同様、野原和也、ファイヤー、である。また劇場版などではその場のシチュエーションに合わせて、ファイヤーの部分が違う単語になることもある。カスカベ第一児童センターに設置されているカスカベ、防衛隊の立体像隊長は正確に決まっておらず、時折誰が隊長か揉めることがある。しかし、一度だけ町の交番のおまわりさんに、 隊長就任を依頼したことがあり、この時の反対者は自身を隊長だと確信している風間のみである。おまわりさんは体調就任を快く受け入れ、町のパトロールを指示したが、その後は登場していない。発足当初、風間はリーダー、新之助は隊長、ネネは女王様、マサオはキャプテン、ボちゃんはボスとなっていた。映画 嵐を呼ぶジャングルでは隊長をめぐる、口論の末、風間は、ジャングル隊長、ネネは、セクシー隊長、マサオは、サイバー隊長、ボーちゃんは、ファミレス隊長、新之助は、コンビニ隊長となっていた。その他、社長、筆頭株主などの肩書きが、隊長と併用されるケースもある。ありがとうございます。